いらっしゃいませ。ありがとうございました。させてもらうぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。止まれ！足くせえんだよ！邪魔だ。行くぞ！
せ。ないって言ったな。覚えてるぜ。ごめんなさい。許して。私、ただの使いっ走りなんです。今ならこの間の店開いてます。だから、仕返しならそっちに。それじゃあ。おお、これはこれは、この間は随分と酔っ払ってたみたいですね。あれからちゃんと家に帰れました？その借りを返しに来てやったんだ。いや、貸したつもりはねえな。きちんとお代もいただきましたしね。どうしても文句があるってんなら、お帰りいただくほかねえやな。上等だ。あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい。詐称ですが、ご迷惑料ということで。こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。無理だな。もちろんこれだけじゃありません。お耳寄りな情報がありまして、あるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。出入りの合言葉は半ちゃんラーメンつゆだく。あとは店の主人が案内してくれますから。それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうもすいませんでした。Cool.
飲むぞ。飲みたいないぞ。どうすと。おい、いらっしゃいませ。うまい。ありがとうございました。Yeah!
何？いや。いらっしゃいませ。ゴロヤ
どうしてそんな強くなるんだよ。ああそうだ、そういえば高志の連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。京花って女の親父さんか。俺にくれるのか。ああ、ここで一緒に見ていたんだよ。お前に感謝してたぞ。まあせっかくの差し入れなんだ、もらっとけ。ああ、それから実はこの地下街にはちょっとしたカジノがあるんだが、お前も入れるようにしといたから、暇があったら行ってみな。もしもし。ああ、キリュウちゃん、私レイナよ。ああ、どうした。伊達さんがセレナで酔いつぶれてるの。ちょっとセレナに来てくれないかしら。分かった、すぐに行く。それじゃ早く来てね。
申し訳ございません。 いらっしゃいませ。ふう、食った。ありがとうございました。またな、キルちゃん。おもろいな。奇遇じゃねえか。俺も急いでんだよ。じゃあホテル行くか。Thank you.
者でした。許してください。面白そう。